fucking hands up. Hello, what's up guys? My name is Lian and welcome to my video. ということで今回の動画はなんとこちらのハートワイルドのイベントが今日で終わってランキングの公式発表が出ました。でなんとチームリアンはじゃん、クリエイターチーム世界ランキング1位リアン、イエーイ。ということでなんと世界ランキングでチームリアンが1位になりました。やばくないこれ。で、1000万ポイント以上獲得して、2位とも100万ポイント差をつけて、1位です。マジで皆さん、チームリアンに入った皆さん、お疲れ様でした。やばいよね、本当に。ありがとうございました。で、2位がジェイコブで、3位がスタンで、4位がレジ君で、5位がニック830っていう感じで、まあね、世界中のクリエイターさんの名前がここにあります。この中のなんと1位を取れたということで、もちろんこちらの日本ランキングでも1位でございますね。で、日本ランキングで1位だから、チームリアに入ったみんなには、こちらの報酬が1位まで全部もらうことができます。で、まあ、こちらの報酬なんですけど、みんなもチャレンジを終わらせれば、シーズン後の終わりの方でみんなもチャレンジを終わらせれば、ツルアシとかも全部ゲットできるらしいんですけど、それがちょっと残念だよね。限定にしてほしかったよね。正直。正直限定にしてほしかったけど、まあまあまあ、でも先行でもらえるということで、ツルハシまで全部。で、しかも、世界1位だから、世界1位はなんとこれだけじゃなくてですよ。これだけじゃなくて、賞金がもらえるらしくて、こちらの2万5000ドルの、非営利って読むのかなこれ。非営利賞金。で、こちらがですね、ノンプロフィット賞金ということで、寄付金、寄付できるお金なんですよ。2万5000ドルも。もう全てのグループにおいて、ハートワイルドチームでの終了時のサイコポイント、2万5000ドル、賞金を選択した非営利団体にで寄付することができるらしいです。やばくないこれ、普通に。2万5000ドルだから約250万円。260万円か。約260万円の、ノンプロフィットの賞金がもらえたということで、チームリアンの皆さんは本当に、マジでお疲れ様です。僕は皆さんを信じてました。マジ。2万人の人たち全員を信じてね。まあ、僕も、それを信じて、こちらの僕のチャレンジも全部ね、毎日終わらせたね、これ。赤く光ってるのが終わらせた証拠なんだけど、毎日僕も終わらせて、こちらも、チームリアンの中でも、僕は確か、22位。で、一応1万ポイント。1万ポイントね。僕のチームの中でも貢献できてて、まあ、1位がね、すごいんよ。5万ポイント。2位も5万。やばいよね、上位勢。一応ね、下の方に行くと、ちゃんとみんなもね、ポイント稼いでて、上位だけじゃなくて、マジで2万人の皆さんが、力を合わせて、世界1位を取ることができました。なので、マジで、エピックにも本当に感謝です。こんな楽しいイベントを開催してくれて、ありがとうございます。っていう感じで、まあ、ここからは、海外の人たちもいたらしいんで、まあ、もしこの動画を見てるかもしれないから、ちょっと英語でね、海外の皆さんにも、Okay, so hello to everyone who doesn't understand Japanese who joined my team for this event. We actually got first in Japan, first worldwide, which is amazing. Like, I didn't think we would get first, but yeah, we actually did. And so everyone who joined my team would receive all these. And I guess, like, the pickaxe and everything, we can, like, everyone else can get it through challenges, but I guess we're gonna get it early than everyone.And yeah, since we got first worldwide, our team gets a $25,000 worth of nonprofit prize that we can donate to a nonprofit organization, which is amazing too. And yeah, thanks again to you guys for joining my team. I mean, you guys obviously don't understand Japanese, but I'm glad we got first worldwide and in Japan. So if Fortnite does another worldwide event like this and you guys see my name, L-I-A-Q-N, and you guys want to join my team,I hope we can work together again. Thanks again. Bye. Peace out.